女子 100m 競走予選3組8名で行います。男子砲丸投げ久慈の夏井くん2回目は14m33、続いて仙台以下の佐々木くん、能代松陽小松くんと2回目の投擲が続きます。男子走り幅跳び決勝1回目が終わりました。トップに立ったのは会津学坊の田崎くん6m80、盛岡南の千田君が6m75で続いています。